こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。トランプ大統領が韓国に対し感謝していないとし、米韓防衛費をとんでもない金額の要求をしました。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。先に10回行われた韓米防衛費分担金特別協定は、代表はもちろん実務タスクフォース全てが外交部国防部所属実務で構成された。防衛費は原則として全額米国が負担しなければならない費用を、例外として韓国が一部負担するものである。米国は今回の交渉を控えて韓国政府に50億ドル、約6兆ウォンを要求したことが分かった。去る2月、中事交渉当時に合意した1兆389億ウォン、前年比 8.2% 引き上げの5倍を超える金額だ。1950年に韓米が締結した中韓米軍地位協定で、韓国が施設と敷地を無償で提供する代わりに、米国は在韓米軍の位置に伴う全ての費用を負担するようにしている。ただし、1991年に米国側の要求により SMA を締結し、在韓米軍韓国人労働者の人件費、米軍基地内の建設費、軍需支援費を支援してきている。米国は韓国だけでなく、米軍が駐留している同盟国を対象に新たな分担金算定基準を作って、戦略資産展開コスト、連合軍事訓練費用なども負担することを要求している。これと関連し、トランプ大統領は4日、私たちは日本、韓国、フィリピンを支援するために多くのお金を使っているが、彼らはこれに対して感謝していない。私たちは感謝しなければならないとする同盟国の指導者も見たことがないとした。トランプ大統領が防衛費を安保よりコストの面からアプローチし、防衛費分担額が1兆ウォンを超え、財政負担が大きくなったことに応じた措置とみられる。それでは韓国国民の反応です。6兆与えるからお前らも土地使用料と各種税金、環境汚染について巨大補償をしろ。計算を正確にするのが嫌なら出ていけ。防衛費を6兆出せ。トランプは盗賊のようだ。いっそ米軍を撤収させ、欧州産の武器を輸入せよ。どうでしたか？韓国はアメリカに対し出ていけと以前言っていましたね。今回の発言は日本に対しても言っていますが、日本政府はどのような対応をするのでしょうか？本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。